こんにちは、ビリジェンド田中です。こんにちは、ビリジェンドダンです。今回は田中とダンで懸垂対決をしたいと思いますが、まあそれだけじゃなくてね、ちょっと懸垂のポイントなども解説しながら進めたいと思います。ビリジェンドの公式 LINE やお得なセール情報なども掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それでは懸垂の解説と懸垂対決に入っていきたいと思います。今回は私とダン君、どちらが懸垂を、数をこなせるかっていうのをね、対決をしたいと思うんですが、数をできるだけこなすフォームと効かせるフォームっていうのは実は全然違いましてですね、例えば数をこなすフォームで10回できても、多分効かせるフォームで5回もできる。難しいですよね。難しいですよね。難しいと思います。多分数がね、半分ぐらいに減っちゃうと思うんですけど、まあこの2つのフォームの違いもね、見ていただければと思います。ただ、トレーニングやりだしたばっかりでね、懸垂ができない方とか、まあ、体重がね、重くて80キロとか90キロある方で、いきなり懸垂ができないという方もおられるので、そういう方は最初は効かすというよりも、まず数をこなしやすいフォームで、まあ、しっかり懸垂という動作をね、身につけていただく。で、まあ、10回程度こなせるようになったら、いよいよ効かすフォームに変えていくっていう順番になるとは思うんですけど、まあ、筋トレだけにフォーカスするとそうなんですけど、効かすフォームで筋肉を大きくしたい、まあ、格闘技とかね、コンタクトスポーツやってる人はそういうやり方もあるし、まあ、実際に引き寄せる動作を力強く行いたい、まあ、柔道やってる方とかね、打撃系のボクシングとかキックボクシングとかやってる格闘技で、まあ、引き寄せる力を瞬発的に発揮されたい方などは、まあ、あえて効かさないフォームで爆発的に動かすっていうやり方もね、全然正解ではあるので、まあ、いろんなフォームが懸垂にもありますよっていうのもね、知っていただければと思います。ではね、懸垂対決、目標は何回ですか？20行きたいですね。20行きたい。効かさない本なんで、まあ僕も20目指してちょっと頑張りたいと思います。まあルールとしてはですね、まあ肘しっかり伸ばしてたら OK で、まあ細かい止まるとかね、まあそこまでは厳しくやらずに、アップしたいと思います。じゃあ僕からちょっとウォーミングアップしたいと思います。僕は懸垂背中トレーニングの1種目目に持ってくること多いんですが、僕体重が86キロぐらいあるので、ちょっと高重量でいきなりぶら下がると怪我するかもしれないんで、僕はまあラットプルを軽めに、まあ雑に、まあこういうラットプルでちょっと懸垂に近い動作で、まあ広背筋温めるような動作でアップします。僕のアップ方法なんですけども、僕はそんなに身長に対して体重が重いわけではないんで、まあ自分の自体重で、ウォーミングアップをしていきます。で、ウォーミングアップするときに僕のイメージはもう、ぶら下がって全体重かけたこの状態で、胸椎を伸展する。肩甲骨を加勢させて、肩甲骨をしっかりと寄せていく。この動きをしっかりと、まず行うことで、肩甲骨がまずほぐれるので、これを、もう疲れるぐらいまで、アップでやっちゃいます。そうするともう体が軽くなってくるんで、普段懸垂するときは効かせる懸垂ばっかしてるんで、意識とかもしやすくなったりとか、今ので結構もう広背筋伸びたりストレッチもかかってくるんで、背中の意識もしやすくなるんで、このアップを取り入れてます。ではこれ絶対あれよな、高校有利よな相手に合わせられる。じゃあ一個でしょ。うわ、じゃあここで聞かせない懸垂、最後いつやったでしょう。ダンクを超えたら勝ちなんで気楽で、気が遠くなら返してやらなあかんってことですね僕は。しゃあ、聞かせない懸垂ってどんな懸垂でしたっけ。筋持久力が大事だねしゃあ、やっていきます、はい、効率よくいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、2、マジか。待ってくださいよ。2、3、
24回やな。マジか。こんなきついです。普段やってないのにめっちゃ強いやつ。めっちゃ強いやつ。25回やらないと負けない。めっちゃ息荒れますね。あの握力なくなったのがすごいわかります。手のひらが伸びないですね。25回やらんとあかんの。きつい。あとは僕も見るだけですからね。いきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4。おお、ここ当てる。みんな。25。25ですね。まああの数こなすのをね優先したんで、後半反動使いまくりと、あの僕実は下ろすときにほとんど力抜いてます。僕入ってますね。僕力抜いてますね。確かに。抜いて上げるときに初めて一瞬だけちょっと入れるっていう、ね。空手やってたときに身につけたあの手抜き懸垂のコツですね。まあなんとか。回数は僕負けましたからね。なんとかいけました、ね。まあさっきと違って今度は気化すフォームっていうのをやりたいと思うんですけど、基本的には広背筋とか、まあ、背中の筋肉にフォーカスしてやるんですけど、上げて体が下がっていくときに、まあ、ちゃんと負荷を乗せながら効かせる範囲で動いていくっていう動作でやるんで、まあ、多分10回もできないんじゃないですかね。これも対決します。はい、効かせる対決。今から今度じゃあ効かせるフォームで、どうやって懸垂やってるのかっていうのを見ていただいて、まあ、どのぐらい数が落ちるのかっていうのと、まあ、動きのスピードとかね意識の違いを見ていただいたらと思います。じゃあ先行のダン君。あ、僕らも先行ね。僕効かすフォームでやばいな。まあ、ポイントもねやる前ぐらいはちょっと解説してもいいかもしれないです。これは足組むの OK ですか？もう何でも効かす懸垂なんで自分なりに。なんで反動はなしってことですね。あ、それも効かせてたら反動も OK ってことですか？あ、だから普段のトレーニングでどういうフォームでやってるかっていう。わかりました。もう普段のフォームは天井にとにかく胸をつけに行くようなイメージで行ってるんで、形で言うとベンチプレスのアーチを作るようなイメージで胸張ってますね。で、下ろす時もずっと負荷は乗せ続けたままやるので、とにかくずっと広背筋に負荷がある状態で、下ろした時も僕はこの下ろした点で絶対に負荷を抜かないように肘ちょっと伸ばすというか、ちょっと曲がった状態からの次の回数に入る感じでやってます。ちょっとじゃあ何回できるんでしょう。気化すフォームで限界突破してみます。うい、10回が大事ですね。し、いきます。マジか。普段もそんな感じ。普段は1セット目は10回できるんですけど、2セット目から無理です。なるほど。8ですね。結構もうがっつり反らす感じやね。めっちゃ反らしますね。縦でやるとどうしても僕は二頭筋とか肩の筋肉がなんか動員する感覚があるんで、イメージシーテッドローを上でやってるようなイメージでやったりしてますね。そうすると僕は広背筋から負荷が抜けない感覚が一番強かった形が今の形だったんで、これでやってます。ただ他の人は多分こんなに反ってないと思います。なるほど。なかなかの癖トレーニーなんでちょっとフォームも違うんかもしれないです。僕の懸垂のフォームはもともと小指側を下に使って、まあ、握り込まないようなトレーニングをもう20年続けてきてるので、
上背部がやっぱ弱いので、まあ、広背筋ばっかり使ったりこう、まあ、小陰筋ばっかり使ったりっていう動きなんで、最近はしっかりバーを握って、まあ、背中全体で上背部も使ってしっかり引く、なんだったらもう腕も使ってもいいから握ってしっかり引くっていうのを意識して懸垂をやってます。で、まあ、さっきダン君がやってくれたみたいに思いっきり反らして効かすフォームと、あんまり反らさずにもう、まあ、まっすぐぐらい体を立ててしっかり引くっていうのを意識したフォームを2種類やってるんですけど、まあ、反らすフォームはダン君さっきやってくれたんで、僕はもうあんまり反らしすぎずにしっかり握るっていうフォーム、普段の最初にやる弱点なんで最初にやるトレーニングでやっていきたいと思います。8回超えられたらまた僕の負けってことですね。ちゃんと聞かしながらやるから。いきます。1 2 3 4 5 67今のラストカウントはどうしましょう。上がってなかったですね。すごく微妙なラインで。っていう、まあ、丁寧に上でちょっと止めるぐらいの意識と、下ろすときもちゃんと背中に負荷を乗せるっていう意識してやったんですけど、まあ、半分いってないですね。3分の1ぐらい回数。今のやつだから7回8回って感じ。無事リベンジできました、はい、疲労してない状態でやっても多分僕も普段10回あたりなので、まあ、効かせないフォームだとやっぱり20回以上できてもちゃんと効かして意識すると、まあ、大体10回ぐらいに落ち着くかなっていうところで、まあ、意識とスピード感と一回こう見比べてみて懸垂ちょっと研究してみてください。それでは、今日は懸垂対決1勝1敗ということでありがとうございました。ありがとうございました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。お得なセール情報や新商品の情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。ありがとうございました。ありがとうございます。